ランクマに行かせていただきます。というわけでさ、こっからはあれだよ、ランクマ、違う、ランクマッチをですね、やりたいと思います。よろしくお願いします。今日は、操作スタイルは同じ設定、相手の強さは全てでもいいという感じですね。同じエリアのみで、今日はですね、洗脳を使おうかなと思ってて、洗脳と DJ と、ダルシム、この3つですね、この3本で行ってみようかと思います。すっげーかっこいい名前だ。なんだろう、ロセットブレイブさん、めっちゃ強そうなんだけど、どうしたらいいのかな、まあ、とりあえずダルシムって様子を見よう。よろしくお願いします。めっちゃかっこいいな。しかもなんか色もちょっとかっこいい。おお、トップスピン、トップスピンとか使わないよ普通の人は。すっげーうまいんだけど、どうするこれ。怖い怖い、すごいな、前の取り方が。ティルが PP841 とか言って、またここに全部爆弾が仕込まれている。要は死ぬまでフレームあるか、これ。自分か相手が死ぬまでフレームを打ち続けるというこの大技。要は死ぬまでフレーム。これまだブラストがない頃からの技ですからね、ヨガ死ぬまでフレーム。だいたいヨガが先に死ぬっていうのは本当なんだよな。よし、中堅は中堅 DJ、 いや中堅洗脳剣で最後 DJ。 あれ洗脳剣じゃない、これ洗脳剣じゃないよもうダメだ、これ普通の剣だ。洗脳溶けかかった剣になっちゃった。まあいいか。乗る、もう出た、もう出た、リバーサル。今の感覚を忘れずに。さあ、ここから。うわあ、すげえ。削り圏内に入ったら自動発射ぐらいの勢いで。じゃあこれが洗脳剣の代わりだったということで、最後 DJ で。そうか、今日でもそうすると、ああそうか、いいんだいいんだ、ダルシムと洗脳剣と DJ だから、キャラ的な被りはほとんどない。結構ゲーセンでもやってる方なんですかね。ところどころ動きが光っているという。ああ、やってもよし。
あ、なんか出た。DJ Win。はい、どうもありがとうございます。でもライトソーサーは使っていった方がいいと思うんだよね。今ライトソーサーを除外してますけど、ライトソーサーは最初の頃は使ってこう技の性能の感覚とかを掴んどいた方がいいかもしれない。特に対空とかね、ああいうのは非常に重要なので。ニノさん、よろしくお願いします。ニノさん、すげえ上の人じゃなかったっけ。さて、先方は DJ かな。違う、先方ダルシム。よろしくお願いします。そうかそうか、同期の人か。ラウンド1ファイト。うわ、いけ。うわーすごいね、あのめくりに。やべ、ここはどうすればよくなるんだろうか。ガードしたらおしまいっすね。ヨガテレポートぐらいしかない。やる、うまい、うまいな。なるほど、食らえば避けられるっちゃ避けられるけど、てかなんでなんで真下に入ってんの。スライディング出すなって。うん、よし、ちょっと時報が DJ だな。これはしょうがない。もうよし、頑張れ。暗いリバーサルとかで返せるのかな。よー、さすが。って読んの。よし、チャンス。すっげーうまい、よく出るね。さすが4500は違うな。あー弱い方できた。オッケー、まあそれは違うな。よっしゃー、うおー、アホー、アホー。あんな無理やり無理やりやるんじゃなかった。でもなかなか良かったな。残念。しかし私は大将が洗脳なんだよな。洗脳はでも豪気に相性がいいという噂を聞くが、どうなんだろう。ちょっと俺ごときの洗脳でどこまでできるんだ。
お、すげえ打ってきた、構わず。逃がさへんよ。それはダメだぜ。うん、確かに洗脳はあれがある分スーッとね近づいちゃうからバレーボールもランナー効かないんだろうな。これやってみよう。よし、悪くない。うん、よし、ありがとうございます。もう大きな洗脳だな。まさにじゃんけんのような。でもまあ DJ とかダルシウムでもいけるはずなんだよね、普通に考えると。まだいけないキャラではない。操作系をプロのみに絞っちゃったからちょっと人の入りが少ないかもしれない。トスチさん、よろしくお願いします。すごいな、今の豪気の人リバーサル表も裏も自由自在って感じだったの。ダルシムだな、先方は。なんか流行りなの。うん。何だよ。何だよ。ヨガ。今ヨガタイガー2位です。タイガーって言いながらドリル近づいて、ニーってやる。要はタイガーニーって。おー、これほら、4回やぐらい吹けるようになる。うん、うわー、すげえ。うわー、スパイラルブレイク難しいんだよね、意外と。てか相手がしゃがんでたらできないかも。うまく。よっしゃー、燃えろー。うふふ。いや、ちょっとしゃがんで、ガードしてんだけど。おい、ガードしてんだよ。いや、マジか。ここのガードしなささは異常だな。さすがに、いや、これで100ポイント持って帰ったら、ちょっと厳しいっしょ。ガードはしようよ、せめて。どういうことなの。まあ、それずっとそうなってるけど、いや、洗脳権まだ早い。ここは DJ で。いやー、きつい。マジで、ポイント検証してダメじゃん、これじゃ。もう、何になっちゃうよー。すごい、敗戦のショックがめっちゃでかいんだけど。ポイントとかさ、うん、いいよ。
DJ win. しかしこれ35だもんな。マジ返して返して。違う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 。最後はこれ。勝利でかいってなる。おおすげえ。俺逆に。ちょっと弱パン余計なんだよ。すごい雑、プレイが雑。中盤繋がってね。勘弁して。まあこれで60ポイント、70ポイント近くは返してもらったかな。70いかなかったけど、まあいいや。悔しいです。でもダルシム DJ 洗脳とかって、めっちゃ強キャラで固めてる人だよね、ただの。あれ？この人は？5期だったらもうずっと洗脳でいくよ。5期は洗脳でこう。あれ？ごめん、すごい今。じゃあ先方殺意ってことで、殺意じゃない、洗脳ってことで許してください。いや違う、今やってないです。びっくりした。自分でもびっくりした。なぜウキウキしているのかと。おお、また何飛んでる。おお、うまい。ガードされたのがまずびっくり。意外とケンティやってる人なのかな。じゃあ地方がダルシムだな。こうなると、あれ失礼しました。チームの成長しなさ。さやっぱなかなか入ってこないのかな。今操作系がプロに絞ってるので、プロの人しか入れないという。オズインさん、なんか今日はそのせいか初めて当たる人ばっかりですね、ほとんど。っていうか全部？いや、ほとんど。うん。
先方ダルシュかな。よろしくお願いします。うわっ、いやーこれまずいよな。とりあえずワンピーのあれをなんとかしなきゃいけなくなるのか。そうそう。でも何でしょう。頑張れ。うわ。とりあえず5フレームで何とかなった。オズインってなんかちょっとヨナズンっぽいけど長ない。この投げれない問題は絶対、これ絶対ね、あれやってほしいよ。修正を必ずお願いします。こればっかりは。やばいやばい。特にナルシムとかなんですよ、ピヨったらもう投げとけっていう感じだから。連続技ないキャラとかね、投げられないって大変なことだと思うんだよな。あれはなんであんな風になったんだろうか。それとも投げる方法があるんでしょうか、あのピヨった時に。すごい知ってる人がいたら教えてほしいです。うまい。うほほ、8強当ててきた。DJ win。頑張ってルーム勝ちたい。なんて。いやこっちがなんかもうすごい苦手意識が出てきてる。とりあえずガードしてみたいな。おー、よかった。 DJ win。 すごい、あの DJ トリカゴをものともせず波動拳を打ってきた。うーん、これで大将が洗脳とかってよろしくないな。ちょっとここは洗脳アウトで、キャミーいいんだ。
詰められると厳しいですね。なんと言いますかね。よし、誰が来るかな。オニポテさん、すんごい美味しそう。オニポテさんはモスが好きなのかな。先方ダルシム、まあそれはね、お、いいっすね、いいっすね、来ましたね。よろしくお願いします。てか負けたらひどい目に遭うパターンだこれ。ヨガって何？ヨガク。やばい。俺よりうまいんじゃないのけど、この性能剣。動きが迷いがないというか。おお、すげえ。もう。すげえ怖いな。うん、なるほど。専門剣を使うか。まあまあ、ならば良いだろう。DJ がちょっとな、きつそうだな。とりあえず大将に専門剣を置いておこう。すんげー体力ね。恐ろしいな今の減り方。参加当てて瀕死なんだ。思った通り DJ がちょっとやばいですね、これ。対応しきれてない。ガン待ちに行くしかないの。意外とガン待ちに弱かった。次の洗脳剣がでも 50% だからな、勝率。オニポテセットはね、最近頼んでないな、モスで。よし、ちょっと頑張りましょう。すげえ。あれ、だから羅刹やりたがってない？羅刹やりたがってる、あの俺と同じだ。羅刹やりたい一文字切りが出てる。あの遠くで一文字切りを羅刹って言ったらもう羅刹ぐらいしかないから。とりあえずラもある。おお、すげえ、よく出した。すげえ、かっ
けえ。羅刹羅刹投げ。勝利かと思ってガードさせるっていう。うまい。この抜きが。こらこら。今足を重ねようとしたんだろうか。よかった負けないで。本当に 50% だなこれ。怖い。いつ羅刹が来るか分かんないっていう怖さ。立川さん最後にやるかな。あ、ミノさん。どうもどうも。豪気のミノさんですね。じゃあもう専用で。リバーサルちょっと教えてほしいわ。どうやってやってんだろう。やべ、やばいやばいやばい。昇竜出ないんだよね、ほんとに。やっぱ何でもないところの羅刹は死を意味する。このカードは勝たなきゃいけないカードと見た。熱い戦いだなこれ。まあでも最初の羅刹は完全にギャンブルだからな。これやんない方がいい。すごい。ちょっとそれどうやってやんの。マジで。あんなんで昇竜、しかもリバーサルじゃないのにいけちゃうんだ。うわー、あれの波動が。you
やべそれはね、なるんだろうなと思ったけど、なったね。いや、面白いですね、今のは。なかなか見えないでしょ。ゴキ殺しだね。ありがとうございます。当たればパンチじゃなくて海、確かに、まあそれはそうですね当たればね。ヨネさん、よろしくお願いします。あ、ヨネさんってさっきのヨネさんかな。今日フォロワーになっていただいたヨネさんだろうか。先方はダルシムだな。先方ダルシムいきます。違う、あれはミネさん。てか、それユウさんだったの？そのユウさんって2人いてさ、すごい、あの竜巻、すごい、マッツー先生を彷彿とさせる。ちょっと冗談よして、俺絶対負けられないんだけど、これ怖い怖い。すごいな、火吹いちゃうからな今さらなんだけど、火吹くってどういうこと。すごい、臆さず波動拳打ってきた。ダルシムのこのちょっと成長が止まってんな、完全に。あと回線の調子いいですね、なんかすこぶる良い。時報が何だっけ。あ、そうか、洗脳アウトキャミンいいんだな、この場合ごめんなさい、本当にごめんなさい。別にかぶせるとかそういうんじゃないんですけど、わっ、かわいい、かわいい、このザンギ俺よりかわいい色してない、このキャミンより。そういうね、ピンクが欲しかったよ。いやー、かわいいザンギ来た。全然俺のキャミーの方が劣ってる気がする。すごいね、なるほどね、ザンギそんな色で来るとは。今まであのゾンビみたいなザンギとか石みたいなザンギとか、あと時には真っ赤なザンギとか、そういうの見たけど、いや死ぬしかないでしょ、4枚でしょ。うん、この色のザンギは初めてだな。すごいな、でもちゃんと手でやってるんですね。つまりライトには最初から頼らない方向。
キャミインして、最後 DJ もアウトだろ、こんなの。 DJ アウト、 DJ アウトのガイルいいんだな。ごめんなさい、本当にごめんなさい。いやでもガイルはまだあるよね。俺だって TMF 残りにガイル殺力しないもん。すごい、なんかこの意外とクロートっていうか残業を選ぶ人ってなんか大抵こんな感じの動きするよね。ぐるぐる残業は許されるのは小学生もなんだろうな、あれ。怖っ、中足だったのがあれだね、大足、中足の方がいいのか、あれは状況的に大足の方がいいんじゃないのか。うん、なかなかいい感じで。立川さんの返信がないということは立川さん寝てるんですかね。私を放っておいて、あと17分ぐらいやろう。今日は1時間。噂をするの来た。いや、どうすんだよ、これ。何でいけばいいの？いや、もうどうすればいいのかわからない。もう洗脳権利、昨日のリベンジでしょ、こんなの。頑張るぞ。ちょっと、リバーサル出ないからって、重ねさせないぞ、もう。TMF!TMF ザンギーフ来ましたね。なんであんな平和いの投げ。よっしゃー、いいぞ、幸先よし。いや、1本目だけなんで、ちなみに2本目以降はダメだと思います。なんだその、いや、これやばい。よし、よくぞ。いやー、ピョン吉ピョン吉。それはやらせないよ。よっしゃ、おっしゃ、幸先よしだ、これは。いいぞ。 TMF ザンギエフから初戦を取ったっていう、このかつてない歴史的大事件が起きた。てか洗脳剣の意味ないよね、これ。剣でいいよね、普通に考えたら。なんで私は洗脳剣をやっているのか。それは昨日洗脳剣でボコボコに負けたからですね。届かずか。あ、いやー、すげえ、それでも当たっちゃうんだ。これ許して。うわー、後ろにバックジャンプする。それはね、前にバックジャンプする人いないよ。そういう話をしてんじゃないんだよ。あそこでバックジャンプするか。もう、それもやめてくださいよ。すげえ、安全だ、安全だ。安全じゃなかった。ちょっと。
これ危険だよ、危険、安全どころの騒ぎじゃない。おお、立ってたね。よっしゃ、これは分からんでしょう。危ねえ、すっげえ、うわすぎでしょ。なんでそこで波動拳今まで我慢してたのに。いやーすごいなー、あの鬼の読み。恐ろしいね。これはでも洗脳剣はやっぱ足の速さがいいから、そういう意味で地上戦はやりやすいんだよね。剣より多分 1.2 倍ぐらいは。ちょっとぴょってよ。マジで？すっげえ、一度と見誤ったのか俺は。今そん、やべ、これまずいよ。こっからっす。よっしゃー。いやー、何最後。なんだろう最後。最後前飛びが若干を当ててるつもりがすでに着地していた。うん、ちょっと剣っぽくなかった。最後は弱パンをやって、で、あの停止スイッチペシって押しながら、ジャクジャクジャクって刻むっていう。いやー、ここに来て TMF ザンギフとは恐れ入る。ニノさんとはずっと豪気とも洗脳の戦いです。これはすげえ、あんま避け方するのか。やべ、おお、ガードしてねえし。ほんとね、これコントローラーが破壊されてもおかしくないレベルでガードしてない。ダメよ。え、2ヒットでしょ、なんで俺出てねえの。ちょっとガーン。いや、これ壊されるぞこのゲーセン。いや、マジでワンピー側のガードは十字キーに切り替えた方がいいのかな。十字キーに切り替えると今度コマンド出ないしさ。なんでしょう。やる。ちょっと勝負少ない。ワンピー側はどうもダメみたいです。私、ツーピー側か。ツーピー側やんないでよかった、そういう意味で。おぉ、速い。なんで強キックつながんないんでしょうね。不思議だな。
あの着地に技が出ない問題はどういう原理なの？いろいろ知りたいことがある。向こうも命をかけた波動拳だからな、すげえ大変だろうな。おお、こっちでは衝撃が。ジャンプ早いなに。あ、そうか、これだ、これがあって、うまい。やってない。やってないけどラッキー。あ、そうか、すっかり焦った。今なんか怪しい動きしてたなと思ったんだよね。あの直前のザンクの後、残影入れてね。おお、リバーサル残影使えんな。なんか残影2回入れた。あ、勝った。よしよし、まあまあしょうがないな、もうこればっかりは。うん、合気戦は慣れておくのが良さそうだな。あ、ニノさんなんかすげえな、ガンガン来るな。頑張るしかない。洗脳剣で頑張るっていうのはちょっとでもどうなのって気がするかな、そこだけど。まあでもいいよね、相手大きだし。オールオッケー、許可します。やってるうちの弱小魚ですよ。あそこで強勝利を出っちゃうのはなんとかしないけど、アッパー勝利なんだよね、本当は。もっと言えばアッパー勝利なら、すげえ、そんな状況でグラップできんの、どんだけ好きねえの。うわー、違うっしょそれ。おお、すごい。あれでクラップしちゃうんだな。なるほどな。すごい、洗脳剣対策どころか洗脳剣を使って動き対策をしているという、いつの間にか。うわー、すげえ強い。これしミスると言って、ここでやってもらうぜ。だから違うっちゅうの。
おお、すごい。今のは波に行ったからやれたってことか。勝利やんないで勝利にしてた方がいいのかな。アッパーがファイヤー勝利にかける。ラッキー、トマさんにも間違えることがある。うわーすげえ、この立ち直り。リバーサルって何が出てんだそれ。俺は残影剣をやったけど、リバーサルって何が出てるんでしょうね、残影剣以外のコマンドで、あの状況で。残影脚だ、ごめん。残影脚？違う、羅刹脚。残影剣ってなんだよ。完全にもう、出来上がっちゃってますね。羅刹脚なんだよ。残影剣ってずっと言ってたような気がする。羅刹だよ。ラセツ頑張れ。ここでラセツ出てないのどういうことだよ。違う。うわーすっげえ優秀だなあれ。うわーすげえうまい、やっぱうまいな。全然抜けられないんだけど、ガチャってて。キックつながるな。ちょっと下手くそな、その辺にしとけよ。やばいでしょ、やってないっつーの。届かず、よくガードした。助かった。おーディニースパコン出なかった。ユウさん、リバーサル出すコツ教えてください。あ、TMS さんこんばんは。さっきありがとうございました。回し切り系はですね、あれ必殺じゃないんですよ。あの特殊技なのでリバーサルは出ないはずなんですよね。まあガチャってキックをしてたんで、キック系ないからと思うんですけど、ワンチャン竜巻あるかもしれない。やる意味ないけど。お、綾鷹さん、綾鷹さんはあれを全部手入力でやってる人だったんだ。は綾鷹さんはてっきりライト入力を使ってる人だと思ったけど、だとしたら相当すごい人ですね、綾鷹さん。綾鷹さんの本当ね、やばいんですよ。あれ全部手入力であんなことやってんの。よっしゃー。うん、これは大丈夫かな。死の前かな。一応変なことやられなきゃ大丈夫そうな気がするな。無茶するな。よし、助かった。いやー、死の前だった。いやー、ヨガデビルトンボーイになるかと思ったのに。お、珍しいな。リバーサルうまいね、みんな。気合でずらし押し、ずらし押しできないんだけど。ハットリずらし押しってどうやってやるんですか。
ナスカリーノ。嘘、そっち？台風だとグラップされるからってこと？118持ってかれちゃったんだけど。やべえ、時報はどっちだ？時報線の。ここで洗脳アウト、キャミーインとかっていうすごいことを言い出す。洗脳いいんすよね、勝利点が。多分完全無敵なんだろうな、これ。いや、まあ出ればね。だからフォークのフォアに負けることがないんですよ、つまり。龍拳だとフォークのフォアに昇竜拳負けちゃったりしますもんね。本当に龍拳負けることやべえ、今昇竜拳ずっと打ってたのに最後波動拳になっちゃった。おお、よく出た。やべえ、ラセスとかやってる場合じゃない。今大パンレッパをやってしまったんですが、ここは大パンラセじゃない、大パンなんとかですよね。あのスパコンキックの方なんだな。前も間違えたんだな。大ピー捨てて、ああ、なるほど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 、捨てボタンを作るということを。なるほどね、なるほどね。あー、いいかも。今確かにあの使ってないボタンが2個あるんですよ、私。これ、ついに当たってしまった。お互い無敵技のこすり合いっていう。やっぱり、危ないけど、もうこれ魔法なんじゃね。あー、この中小竜でさすがにやらないよ。うおー、上。え、これ負けんじゃね、もう一回。早鷹さん本当にフォーク好きなんだよ。これ4名のかよ。さようなら。なんか、おお、すげえ、よく出た。よし、時報の仕事はした。あれ、時報じゃなかったっけ。すでに頭がゆだっているのだろうか。っていうか、一時を大幅にオーバーしてる。うわー、綾鷹さんが俺を狩りに来てる。例えばこれを普通の剣でやってみよう。そうすると綾鷹さんの恐ろしさがね、ちょっと画面を通じて伝わってくると思う。なんで苦手な通気が来るんだよ。
するこれ。いや怖いんですよ、あの接近戦の時にフォアっていうのとムーンが来るのと。これが使えるのはね、剣のいいところなんで。よくガードしたな今。あの立ち台風も全部手でやってたんだ。早坂さんの立ち台風マジでやばいからな。そうとして無理して負けることもあるからたまに諦めるなるほど、諦めも肝心と。うん、重みが違うな、出せる人がいる。もうゲーセンじゃそこそこ出る方なんですけどね、リバーサルは。なんでうわぁ、どこでも。やばくね。あーこれはもう手を止めた時点で死が出る、確定してしまうという。さすがにやってこねえ、何も。やあ、うまい。いやー、トップスピン間違えた。無名今絶対やってくると思った。いやあ、それ落とすね。悪いっすね。タッチ台風が見えてた、怖っ。ハンサムベイビー、なんて言ってんの。ちょっと細かいとこまで読めないんだけど。マジで。相手がザンビじゃなくてよかったと思う瞬間である。で、あー死んだ。痛すぎる。でもあれフォアで全部多分返せちゃうんだよね。
やめろよ。やばいやばい。よく平気だった。逃げる逃げる。いやー当たんなかった。うわー今コンドルライブだったら死んでましたね。タカさんのこのプレッシャーほんとすごい。あーなんかこの色が竜っぽいみたいなこと言ってる。TMF さん来ましたね、また TMF、TMF TMF さん、どうしようかな、剣でやってみよう。別にもう、洗脳じゃなくてもいいや。 Round 1, fight!うん、いいっすね、いいっすね。よし、いいよ。日光猿パンチがマジで使える。洗脳剣これがないからな。まああるんだろうけど。ジャパン竜巻からのってやるんだけど、いつもやばいっすね。やってみやってみ竜巻。いやー勝利は出ないしこれね。うわやべえ普通に一本取られた。うん、いや面白いっすねやっぱね。中間つらんねえ。うわぁ投げてねえし。ちょっとちょっとあれ竜巻って言ったよね今。ごめんちょっとボリューム小さくて聞こえなかったけど、竜巻を出したような気がするんだが。どうなんだろう。竜巻ファウルしてなかったよね。
なんでなんで、さっきのすごい疑問だらけだな。後ろのあのサングラスかけた人、ふたちゃんみたいじゃない？これがやりたいだけなんですよね。いや違う違う、今レッパじゃないんだよ。レッパじゃないんだよ。ごめんなさい。レッパ出るんですけど、今、あ、しかもいいシーンで止まってる。俺の勝ったシーンで止まってる。今ね、レッパじゃなくてですね、毎回勝利を入れてただけなんです。ただ単に。毎回勝利を入れてるとあのレッパになるのは、これは X でもあるんですよね。知らない間に勝ってたって、いや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 、何もインチキはしてないんですけど、まあそういうことなんですよ。おー、 DJ ケンも好きなんですよね。 DJ ケン好きなんです。ラウンド1ファイト。おい、俺の投げは？やる。うわ、すっげえ我慢の人かよ。何今の？マシンガン出してるよ。こっかよん。なんで今イザイザしてんのこの剣。起き上がりイザイザしてたよ。すげえな、マシンガンがちゃんと出る。俺もホリパッドをゲットしたらパッドでマシンガン撃ってやるぜ。違う、その竜巻は違うんすよ。めくりが返せない。頼む、リバーサルシーン降りてきて俺に。よっしゃ、こっから行くよ。もうちょ、昇竜だっちゅうの。なんだよ。なんで竜巻がまた出てなかった。悔しい。ジャックパン竜巻ってやって、あんな勝利は当たり前じゃないですかね。なあ、投げてんだろうって言いながら勝利打つのが楽しいんじゃないですかね、あそこ。出ないのかい、勝利ダメなのかい。いやー、出ないよ。いやー、出ないよ。
出たよ。え、ちょっとひどい目にあった。まあ、2P がもう諦めましたよ。いや、なんで投げられんの、だから。すげえ、もう起き上がり出ないと思って息になってるな。許さないぞ、絶対。あー、終わっちゃった、畜生。難しい、起き上がり昇竜。でも、あれを出せるようになれば逆に相当いけるはず。あのニノさんのように出したいな。あれうまかったな、ニノさんの起き上がり昇竜。PP 上の DJ 戦知りたかった。ああなるほど。いやでもちょっとね違いますよ、あの私が想定していた剣の動きではないので、あの今度ゲーセンでやりましょう。一回捕まえたら容赦なくこう弱パン竜巻からの連携で DJ をはめ殺すっていう。あ、なんで剣やってんの。よー、やばいやばい。なんか剣やってる。助けて。うん、助かった、とりあえず。うわー、どこ行くお前は。おー、出た。よし、すっげー怖くて出せねえなり。すっごい、なんかなかなか前に帰る。ダブルダブルじゃん。ダブルダブルダブルせんのかーい。うん、じゃあいいや、先方剣ということで。時報いくよ。時報はキャミーかな。ダルシムはないだろうな、さすがに。いや、やべ、怒ってる。すごい、ソニック歌ないマンだ。ソニック歌ないマンが来た。すごいね。でもこれで終わりだよ。なんか難しいものがありますね、大事戦。あのコチコチに固まってるガイルの場合は投げたりとかしていくのがいいんだけど。これあれを振ってくれればね。やばいやばい、スパイラルアローやってる。強引に投げに行った。キャミーウィン。いやー厳しい厳しい。最後は DJ だな。いやーマシンガンとかすげえ久々に見た。あれいいなー、マシンガン打ちたいな俺も。
DJ wins. ヘイロンさんって初めて見た気がするな。Round two. Fight. Match. 俺のできるマシンガンここまでなんだよ。あれ入んないの？何にも練習してないんだけど。やばいやばいやばい、落ち着け。うん、ザンギがいいです。いや俺ザンギできないし、ザンギの戦い方はインプットされてるけど、ザンギでの戦い方は残念ながらインプットされてないんです。うん、そろそろあれですね、なんか終わるって言っておきながらもうだいぶ経過してますね。っていうかすごいいっぱい見に来てるんですけど、このオーディエンスを裏切れない気持ち的な。なんだろう、あ、綾鷹さん来た。綾鷹さんはどうすればいいのかな。綾鷹さんの対応に最近困っている。綾鷹さんとは剣でやろう、竜やってみようかな。たまには改善するためのグラフィックスに興味がありますか？ってなんか謎のメッセージが来た。いや、ないです。波動拳打ち遅れたらこの試合です。ちょっと波動拳が出なかったなと思ってもう一回出し直すのって本当に NG ですよね。あれだけやっちゃいけない。マジであんなとこから変形できんの、どういうことだよ。おー、うまくいった。ねえ、竜ってやるとちょっと危ないね。やっぱり剣が安心だな。何やろうかな。まあ何やろうかなって言うか、こっちだな。まずいのでは。
今綾鷹さん戦で最後か。でも今日は力いっぱいこう、やる。もうすげえ、ちょっと俺後ろに下がったり。うわ、勝利拳あんなふうに。あー、この渾身トップスピンが、怖え。2回転が超怖えよ。もうめちゃめちゃ狙ってんじゃないですか。すげえ怖い。動きがおかしいよね。クイックイって。さあラストだ。ラストはいや、でもまあ剣でいいかな。いやー、これまずいね。いやー、変な足出た。いやー、波動拳じゃないよ、今。波動拳じゃないよ。これも違うよ。こっからどうやって勝とうか。こっからどうやって勝つ？よっしゃー。九死に一生。うまっ。あ、勝利出て。変形の瞬間をスタッフは見逃さなかった。よし、なんとか勝利。というわけで今日も、長い間ありがとうございます。もういい、さすがにね、いい時間なんでね。私も明日も仕事でございますので、今日はこの辺でランキングチェックして、お別れといきましょう。ランキングチェック。どうなるかな。なかなかね、これがいつも時間かかるんですよね。今日は PP 削って削って削られて、取って取って削って削ってみたいなのを繰り返しで、あんまり上位してない。今日15位スタートだったかな。なんかそんな感じでしたよね。最近思ったんですけど、この動画を毎日アップしてるわけですね、私 YouTube に。で、そうするとこれが終わってからエンコードをかけるんですけど、ちょっと編集とかしてね、あのいらないとことか切ってでかけるんですけど、それが終わって寝るのが最近4時とか5時とかで、朝起きんの8時とか9時とか、そういう風になってくると、この生活を続けていると私は死んでしまうのではないかと。いや、まあそれはね、いつか人は死ぬんですけど、そういう普遍的な話をしてる。うー、17位。そうですか。あー、 DJ 負けたの痛かったな。最後ユウさんなんで4700もあんの。ユウさん何あれ、ガイルで4700も貯めてるってこと、すごくない？まあ TMS さんは言うまでもないけど、ザンギエフでしょ。うん、まあね、すごいな。農業さんはザンギ、あ、なんでザンギで上行くかな。バルログ、これは何？うん、なるほどね。ロシクだ。
ロシクだ。何がロシクだだって話ですよね。はい、そんなわけで本日もこの辺で、終了したいと思います。あ、殺意はもうつまんないからやめました。ランクまでは概論理。なるほどね。やっぱりみんな最後は自分のキャラクターに戻ってくるんですね。まあそんな感じで本日は配信終了させていただきます。どうも長い間ご視聴ありがとうございました。